ゾウさんに乗って出る。ゾウの湯好きなんだよね、最近。これだけね。ゾウの上がちょうどいいんだよね。ちょうど大きさがいいんだよね、悪く。気に入ってしまったか、ゾウさん。ジャジャはそこに寝ております。ちょうどいいんだ。そこは頭なんだよ、ここ。かわいいんだよ、ゾウさんの上にいるのが。わかってる？ゾウの上に乗ってるの。ゾウの上に乗るのレネキャスリーぐらいからね。カマロンくん、辛いやろ。サスケのファイナルステージに行った人や。ここはどこですか？これだけ見てたら分かる。だけどね、手順はこっちですよ。で、上に行ったらね、行くんだけど。ちょっとね、もう11時ぐらいなんだけど、ここにいるからね。血のぼってまわり、血のぼっちゃうね、ちっちゃう。すごい角度。血登ってもらえんか心配しない。最近ね、ちょっとね、頭にね、ちょっとぶつけてね、単行部にはならなかったんだけど、なんで突っ張った。ガタンになったゾウさんが降りた時、何の突っ張り、それは。ジャジャさん、何の突っ張りですか？お顔が見えないんですけど、あなた。何ですか？メガネが。メガネが。落ちろ、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 落ちろ。あぶり。どういうこと？十分でその体勢になっていて危なかったね。ここ、肘掛けに突っ張って。変なところ、使えるでやって。なんか二人ともアクシデントやったな。寝起きってわかんのかな、猫って。だってあのマロンくんがよ、あのマロンくんがこっから降りるときに多分で、ここに鼻についたのかな、違うよな、頭か、頭に体重が結構乗るとガタンっていくから。で、座るときも結構微妙なんよね、このゾーン。耳って悪いわけじゃないんだけど、なんかここも座れると思っちゃうからさ。で、こう力入れるとガタンになる。人間にもなるから。いやー、ハプニング続きやって。これどうや？どう？ちょちょ。やっぱ象使いみたいでいいよね。象の上に乗るのはレネ・キャスリーかマロン君かチャチャぐらいだ